いやー、おしゃれをしたいんだけども、子供がまだまだ小さいんだよな。遊んでると汚れるし、動きづらいとなかなか使いづらいし、パパの着こなしってなかなか考えるのが難しいんだよな。誰かわかりやすくパパの春コーデ教えてくれる人いないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画なんですが、おしゃれパパの春コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、パパの着こなしってなかなか難しいかなと思うんですね。まあ、僕自身プライベートでは男の子と女の子の2児の父なので、これはですね、痛いほど実感してるわけなんですね。おしゃれはしたいんだけども、やっぱりですね、子供と遊んでると汚れるんですね。春のステンカラコートなんかはおしゃれで着たいんですが、しゃがむとですね、裾が地面に触れてしまって汚れてしまうので、なかなか着づらいと。そうなるとですね、やっぱおしゃれな部分は抑えたいんだけども、動きやすさだとか、あとは汚れてもそんなに気にならないかどうかというところも結構重要な項目になってくるかなと思うんですね。ですので、そのあたりをしっかりと抑えたパパコーデのですね、具体例を皆さんにちゃんとお伝えしたいなと思って、今回はですね、改めてこちらの動画を撮っています。僕も結構公園なんかに行くと、いろんなパパのですね、着こなしを見ているわけなんですが、そうするとですね、結構二極化してるなというのをですね、感じるわけなんですね。すんごいおしゃれなパパっていうのもいたりするんですよ。全体の中で言うと本当にごくわずかなんですが、突き抜けたおしゃれなパパもいるんですが、その一方でちょっとこう、どう着こなしを楽しめばいいのかわからないという方もかなり多いんですね。そして中間的なところですね。めちゃくちゃおしゃれというわけではないけども、ちゃんとバランスよく好印象の着こなしを作っている方っていうのは意外と少なかったりするので、今回はおしゃれが苦手なパパ世代の方にですね、なるべく簡単で再現性の高い着こなしをですね、3つご紹介していきたいなと思っていますので、よかったら今後の着こなしの参考にしていただければなと思っています。今回の動画は2児の父として僕のですね、ある意味で専門分野でもあるかなと思うので、まあ、全力で皆さんにですね、コーデ解説できればなと思っていますので、よかったらお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、おしゃれパパの春コーデ具体的に解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1点目なんですけども、ちょっと綺麗めな着こなしを意識してコーディネートを組んでみましたが、いかがでしょうか。まず上半身ですね、メインとなるアウターに関しましては、カバーオールですね、こちらを着てみました。今季のグリーンレベルのカバーオールなんですが、こういったアイテムが結構パパ世代には使いやすいのかなと思っています。冒頭にもお伝えしましたが、ロング丈のステンカラーコートだと、やっぱりしゃがむとですね、地面に裾がついてしまうので、なかなか使い勝手が良くないんですね。ですので、コンパクトな丈の長さが非常に重要になってくるかなと思うんですが、カバーオールはステンカラーコートに比べると丈短いんですけども、いわゆるこう G ジャンだとか MA1 に比べると、ちょっと丈の長さがあって、ちゃんとお尻のですね、半分ぐらいは隠れてくれるので、一定の綺麗さというところは表現できるんですね。そして冒頭に僕が着ていたこちらのデニムのカバーオールに比べると、やっぱり素材使いがちょっと大人っぽく見えるので、小綺麗な着こなしにも使うことができるので、意外とこのようなカバーオールというのは使い勝手がいいような今っぽいアイテムになってくるのかなと思います。色はグレーですね。濃い色で引き締まるんですが、ブラックに比べると少し明るさが出せるので、今履いているようなブラックのパンツとの相性も非常にいいので、まあ、すごく使いやすい色味になってくるかなと思います。で、内側に関してはですね、一番下に白のですね、丸首 T シャツを着て、少しだけ襟元から覗かせるようにしています。そしてその上にはですね、バンドカラーシャツですね、ストライプ柄のものを取り入れてみました。シャツを着るとちょっと小綺麗な印象にはなるんですが、バンドカラーということで、切れ目になりすぎないようなバランスが個人的にはすごく使いやすいなと思うので、今回はカバーオールと合わせながら、上半身をやや切れ目に作りました。で、ボトムスに関しては、ブラックのボトムスで引き締めるというのが、やっぱり使い勝手がいいんですね。これまたグリーンレベルのオールマイイージーパンツですね。まあ僕の動画の中では定番的なんですが、シルエットはですね、割と細身なんですね。もも周りにはゆとりがあって、膝から下テーパードがかかってるような、すごく綺麗めなシルエットなんですが、まあストレッチも効いていて動きやすいですし、シワにもなりづらいし、洗濯もしやすいというところで、やっぱり機能的で使いやすいんですよね。このようなスラックス見えするボトムスって、昔のものって結構手入れに困ったりしたんですが、まあ最近のですね、こういったブラック系のパンツというのはすごく使い勝手もいいので、パパ世代には使いやすいアイテムになってくるかなと思います。
で、足元なんですが、白のジャーマントレーナーを合わせてみました。白のスニーカーって、やっぱり汚れが気になるんですね。だけども、その中でもジャーマントレーナーっていうのは、まずはホワイトベースに対して、ちょっとこう、ライトグレーっぽいスウェードが使われてますよね。なので、真っ白なオールスタークップに比べると、ちょっと汚れたぐらいでは、そこまで目立ちづらいのと、汚れても味わい深くなっていくんですね。なので、オールスタークップみたいな超綺麗めな白レザースニーカーよりは、パパ世代が履くのであれば、ジャーマントレーナーですね。これは楽天で買ったですね、1万円未満のもので、価格帯的にも抑えめなので、こういったものであれば結構ガンガンにですね、パパ世代の方にも使っていただきやすいかなということで、今回こちらを合わせてみました。まあ、かなり着こなしとしては簡単で再現性も高いかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにもこちらのコーディネートを一つ参考にしていただければなと思っています。まあ、カバーオールもすごく軽くて楽に着れるので、1枚だとすごく便利なんですね。今はシャツと合わせてますが、もうちょっと季節が進めば、T シャツの上にですね、このようなカバーオールですね、着るだけで簡単に着こなしが構成できるので、ぜひ皆さんもですね、よかったら参考にしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、先ほどはちょっと綺麗めだったので、今回はですね、カジュアルめにコーディネートを組んでみましたが、いかがでしょうか。まずはアウターから見ていきたいなと思うんですが、先日も動画でお伝えしました、ノースペースのですね、ハイドレナウィンドジャケットですね、こちらをメインに組んでみました。アウターがスポーティーなアイテムだと、それだけで全身のイメージがカジュアルな雰囲気になるかなと思うんですが、色はブラックで比較的ですね、合わせやすいようなアウターになっていまして、襟もですね、このようなスタンドカラーになってるんですね。このあたりも最近のですね、トレンドを踏まえたようなアウターになってるかなと思います。いわゆるこう、ウィンドブレイカー的なアイテムなんですが、表面には少しシワ感があって、風合いも出てるので、このあたりも含めて、なかなかバランスがいいかなと思います。ノースフェイスのロゴもですね、一つのアクセントになるので、休日のパパコーデの際には、ノースフェイスは結構強みになるかなと思います。ブランドのロゴっていうのは、見せない方が割とこう、綺麗めな方向にはなるんですが、まあ、休日のちょっと今日は遊ぶぞっていう時にはですね、ノースフェイスのロゴが入っていると、やっぱりおしゃれにも見えるかなと思うので、まあ、うまく使っていくのがバランスがいいんじゃないのかなと思います。サイズはですね、あえて L を選んで、少しゆとりを持たせることで、スポーティな雰囲気になりすぎないようにバランスをとっています。そしてその内側なんですが、まあ、春らしいですね、ボーダーの T シャツですね、こちらを合わせてみました。色はですね、ベージュとかグレーを使ったような、少し明るめの配色のものを持ってくることで、ウィンドブレーカーのスポーティーな感じを少しカジュアル方向に振ってあげると、バランスがいいのかなと思っています。で、ブラックのアウターに対して、何色のボトムスが合うかなと、僕の中でも色々と実験してみた結果、ブラックのパンツだと、やっぱり黒と黒で重たいんですよ。なので、色をちょっとセパレートしたいなと思うんですね。で、ちょっと小綺麗な雰囲気にしたいんだったら、オフホワイトのパンツがやっぱり使いやすいんですね。ただ、休日のパパコーデとしては、白パン。僕はですね、ガンガン履いちゃう方なんですね。汚れてもいいから履いちゃうんだけども、まあ多くの男性にとっては白パンの汚れ気になるかなと思うんで、今回はミディアムグレーのですね、ボトムスを合わせてみました。ブラックのアウターに対してミディアムグレーのパンツというのはもう鉄板でハマりがいいので、まあぜひこの色合わせは皆さんもですね、使っていただければなと思います。こちらは最近買ったばっかりなんですけど、グリーンレベルのプレイパンツというものですね。これはですね、先ほどのオルマイージーパンツに比べるとシルエット少しゆとりがあるんですね。隙間があるので今っぽい見え方になるとより楽で歩きやすいんですね。このあたりも含めて、ウィンドブレーカーを使ったような、ラフな着こなしの中にも使いやすいかなと思います。ただ、外から見る分には、すごく綺麗な、スラック調な見え方してくれるので、このあたりはすごくバランスがいいなと思っていますので、まあ、ぜひ皆さんもですね、価格も含めて買いやすいので、チェックしていただきたいなと思います。まあ、このように、上半身はややカジュアルなんですが、ボトムスはグレーで、ちょっとスラック調に見えるものなので、ここで少し綺麗さを足すようなイメージですね。そして足元はですね、グレーのパンツに対して同じくグレーのニューバランスのスニーカーですね。まあ足元が結構同色系で揃えているような形になるので、これもですね、非常に相性がいいかなと思います。ちなみに結構ノースフェイスとニューバランスって僕の中では結構相性がいいなと思うブランド同士なんですね。両方ともスポーティーで、なおかつトレンド感も程よく漂うので、まあ2つを合わせてあげて、着こなしをカジュアル方向に持っていくのもいいかなと思うので、まあぜひこのようなですね、スポーティーなんだけどもスポーティーになりすぎないような大人コーデですね。皆さんも試していただければなと思っています。
はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、僕にとっては春といえばこのコーデが一番鉄板なので、まあ、皆さんにもご紹介できればなと思っています。もう本当にシンプルなコーディネートなんですね。まずは白系の T シャツを一番内側に着て、そしてその上にブルーのシャツですね。これが春らしくて爽やかにも見えますし、コーディネートも簡単なので、まあ男性であれば1枚は持っておいていただきたいような、そんなシャツになってくるかなと思います。今着てるのは僕のブランドのものなんですが、ちょっと今在庫がないので、他にも GU だとかセレクトショップのオリジナルで結構似たようなものありますので、まあ概要欄にリンクを貼っておきたいなと思います。このようなブルー系のシャツってもう春らしいですし、着るだけで一定の小綺麗さが漂うので、大人世代パパ世代には結構1枚あると便利アイテムかなと思います。ちなみに僕はですね、カジュアル用のシャツはですね、家族で遊ぶ時だとか休日にもよく着るんですね。シャツというとシワが気になったりだとか手入れが面倒だと思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあズボラな僕はですね、白 T の上に重ねて着ることで毎回着るたびに洗濯とかしないんですね。結構何回か着た後に洗濯しますし、まあ、もちろんアイロンもかけるんですけども、シワを完全に伸ばすというよりは、まあ、適度なシワがあってもいいかなと思う方なので、割とざっくりとしかやらないんですね。で、生活の中で入るようなシワというところもかえって味わいになるので、僕はそこも含めて楽しみたいなと思うので、結構ブルー系のシャツをガンガンに着てしまうんですが、まあ、このような形で上半身は第一ボタンを開けたいだとか、まあ、僕は結構第二ボタンまで開けて白 T を見せるのが好きなんですけども、まあ、こんな形で着崩しながら着てもらう感じですかね。あとは袖もですね、ちょっとこうまくりながら、こういったちょっとした時計だとか小物を見せてあげるのもなかなかバランスがいいかなと思います。で、ボトムスに関してはやっぱりこう上半身がブルーで明るいので、ブラックで引き締めてあげるとバランスが取りやすいのかなと思います。まあ、一番最初に履いてたのがオールマイイージーパンツで、割とこう細めのシルエットだったんですが、僕はこのようなちょっと綺麗めなシャツを合わせるときには少しだけゆとりを持たせたボトムスを合わせることが多いですね。まあ、ユニクロで言うとタックワイドパンツぐらいのもので、少しゆとりを持たせながらだと割とこう動きもしやすかったりしますし、今っぽさも程よく漂うので、よりバランスが取りやすいかなと思います。で、足元なんですが、ニューバランスのですね、グレー系のスニーカーですね。先ほど2つ連続だったので、まあ、せめてですね、違ったものにしようということで、先ほどは992というモデルだったんですが、今回は 990V6 というモデルをですね、合わせてみました。白系のレザースニーカーとかでも合うんですが、僕はちょっとこういった緩めのシルエットのシャツスタイルには、結構ニューバランスを合わせることが多いんですね。シャツが綺麗めなので、靴は少しカジュアル感があってもいいかなということで、今回はグレーのニューバランスを合わせてみましたが、皆さんもお手持ちのものでカスタマイズをしていただければなと思います。まあ、このように春であればシャツをですね、ライトのアウター感覚でさらりと着るようなスタイリングって結構使いやすいんですね。今ボタンはですね、前止めるようにしていますが、開けてもバランスがいいので、ちょっと開けた感じもですね、お見せしたいなと思います。はい、開けるとこんな感じですね。僕はこのようにシャツをですね、羽織るときには T シャツは結構最近はタックインしながら着ることが多いんですね。まあ今っぽく見えるんですけども、 T シャツ1枚のときにタックインするのはなかなかハードルが高いんですが、上にこのようなシャツだとかアウター羽織ってしまえばタックインもそんなに難しくはないので、まあよかったら皆さんもトライをしていただきたいなと思います。もちろん出した状態でも全く問題ないですし、下に着ている T シャツ、今はちょっとプリントの入ったものなんですが、これ無地でもいいですし、ちょっと簡単なプリント入ってるものでもいいかなと思うので、まあ、そのあたりはですね、お好みによって調整をしていただければなと思っています。このようなブルーのシャツを使ったコーディネートはもちろんパパ世代にも使えますし、それ以外のですね、大人世代にもバチッとハマりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではおしゃれパパの春コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。僕自身も2児の父として普段からですね、着こなし悩むんですね。おしゃれにはしてたいんだけども、汚れるのは嫌だとか、なるべく動きやすい方がいいだとか、そのあたりの機能性みたいなところもすごく重要なので、僕自身も悩んでますし、同じようにですね、悩みを抱えているパパ世代非常に多いかなと思いますので、そういった皆さんに少しでも今回の動画が参考になったとしたら、僕も嬉しいなと思っています。ちょっと前はおしゃれなパパってそんなに多くはなかったんですが、最近では冒頭にもお伝えした通り、おしゃれなパパも徐々に増えてるかなと思うんですね。
ね。お洋服の選択肢も広がっていますので、安くてもおしゃれな服もたくさんありますし、工夫をすれば機能的でなおかつおしゃれというところもしっかり両立できるかなと思うので、今回の動画の着こなしを一つの参考にしながらですね、ぜひ皆さんも休日のパパコーデをですね、存分に楽しんでいただきたいなと思っています。また今回の動画がですね、多くの方に喜んでいただけましたら、夏バージョンだとか秋バージョンなど、いろんな季節のですね、具体的なコーディネートをお見せしていきたいなと思っていますので、よかったらですね、皆さんもコメント欄で感想をお聞かせいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか触れることができないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドだとか、さらにはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週1本ですね、ライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際にリアルに買ったものをですね、どんどんご紹介をしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらもですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。